まず、カリオストロ家の統一です。太抗家の下働きにされた白爵家の復讐ってやつなんです。これ実はですね、宮崎アニメの定番中の定番なんです。例えば、未来少年コナンでは、レプカという悪役が太陽エネルギーで世界を支配すると。そのためにラオ博士の娘、ラナを捕まえなければならないっていうようなことで、同じような構造になっている。天空の城ラピュタであるムスカがラピュタの力で世界を支配する。それも、ね、俺のところマイナーなラピュタ家だった。だから本家ラピュタ家のシータを捕まえてっていうやつで,で、まあ、割とそっくりになってるわけです。だから、 これから考えると、いつもの宮崎アニメらしい悪役というふうにも見えるんです。でも、ラナは、その、太陽エネルギー復活に必要っていう理由があると。シータは非鉱石という遺産を持っているってこう、理由があると。それに対して、なんで暗いせなきゃいけないのか。指輪だけあればいいじゃん。理由がすごく曖昧なわけです。で、おまけに、なんでカリオストロ家を統一したいのかっていうのは、すでにカリオストロ家はですね、白爵家はゴート殺で闇社会を支配してるわけなんですよ。で、これ以上何を望んでたのか。なぜ白爵家と太抗系、光と闇を統一しなきゃ ななななけければらららいいいのかかう理由が、僕らにはよくからないわわですね。この辺は初期設定のマップに答えが隠されていると思っています。これが初期設定のマップですね。ここに神カリオストロと下カリオストロって書いてあですね。カリオストロ家っていうのは太抗家白尺家っていうんじゃなくて上と下に分かれていた。いわゆるラピュタで言うと ラピュタ人の新刊クラスの人たちは神々の帰りを待っていた。下の方に住んでる人たちはラピュタによる地球の支配を狙ってたというふうに、実は上層部と下層部で狙いが違うというのを宮崎さん社会構造のサースキーで使うんです。えー、白釈の説明、我が白爵家は代々お前たち対抗家の影として、暴力と暗殺を司どり、国を支えてきたというふうに言ってます。これでわかる通り、実はカリオストロ白釈、元々の仕事は偽札作りではないんです。実は、暴力と暗殺が下カリオストロという 言われる伯爵家の仕事じゃあ偽札っていうのは神カリオストロ対抗家の仕事でなかったのかなというふうに僕は考えてるんです、ね、なんでかっていうと通貨の説明からやりますルパンがゼ、えー、ニガタのトッツァんと一緒に地下牢から脱出して印刷機を見つけた後これはなんだルパン説明してくれって言ったらこれが強盗札の心臓部だと言った後に出てくる説明中世以来ヨーロッパの動乱の陰に必ず蠢いていたいや謎の偽金、ね、ブルボン王朝を破滅させナポレオンの資金源となり年には世界教 この引き金にもなった、えー、歴史の裏舞台ブラックホールの主役ゴ強盗殺その新現地を暴こうとした者は一人として帰ってこなかったルパンが名長していますでさてこの説明ですカリオストロって紙幣を作ってたのはこの100年ぐらいのことえ実はヨーロッパで紙幣のお金が使われたのは19世紀イギリスで発行した銀行券が今の僕らの持っている お札。大元のやつなんですね。初期のカリオストロ家っていうのは実は金貨の偽造をやっててる。山市カリオストロ。これ実在の人物です。こいつは錬金術師フリーメイソンのメンバーであった。これは歴史的真実だったんです。この錬金術師っていうところに注目してください。ドイツ30年戦争ってやつ。これは17世紀のプロテスタントとカソリックの宗教戦争というふうに言われてるんです。それを背景に銀行か金貸しかがお金のこ査定をしてると。つまり当時の金貨とかお金は一つ一つの効果ごとに重さを測って 移住ををっっって、ててて、てその中に金が何グラム入ってるのかって見て値を決めてた。だから上に刻印してある値打ちっていうのは一応形式上のものだったのですそれの交換やってるところです。という時代だったんです。よ。16世紀から19世紀まで、偽金貨を作っていた。 っていう風にしなければ話がおかしい。矛盾していると。城の印刷工場っていうのはカリオストロ伯爵家。下カリオストロの得意技である暴略とか暗殺の舞台の上に印刷工場を作ったと。つまりあくまでカリオストロ伯爵の仕事として印刷始めたんです。なので、どこで偽金貨を作ってたのかっていうのは今回の映画で書いてないんです。でもそれは神カリオストロ、いわゆる対抗家であったというのが僕の妄想なんです。<laughs> でないと辻褄が合わないから。かつてのカリオストロ家は上と下で役割分担があったんですね。 っていうのは、偽金貨を作ることと、政治を司る。つまり、婚姻関係で、ヨーロッパ中とで結婚関係を結ぶということです。シモ・下カリオストロンの伯爵家というのは、 陰謀と暗殺。これが二つの大きい神カリオストロと下カリオストロの流れなんです、ね。実際の山下カリオストロっていうのは錬金術師であって、銅とか鉛などの癒しい金属から純金を作る魔法使い。いそのイメージで自分たちが発行する金貨の価値をつけてたっていうのが、まあ、宮崎さんがつけたカリオストロっていう名前と偽金作りっていうことだと思います。もしこれが最初から紙幣にしてもいいんだったら、19世紀からのカリオストロ家のことを書きゃいいだけであって、わざわざ1517年とか年号を書いてるって ということで,ですね。これ、金貨ですよ、というに言ってるようなもんなんですね。でも、カミカリオストロ家の金貨が通用しなくなってしまったと。そこで、偽金作りまで、シモカリオストロ伯爵家が受け持つことになってしまって、両家のパワーバランスが崩れた。パワーバランス的には、カミカリオストロは、偽金を作り、政治を司る。シモカリオストロは、暴略と暗殺。これで一応、アイドルとマネージャーみたいな役割分担はできてたんです。<laughs> ところがですね、カミカリオストロの偽金が通用しなくなっちゃった。おかげで、シモカリオストロが偽金作る なななってきて、き両者のパワーバランスがががつかなくなる。る。家偽偽金をを作作れず、我が伯爵家で偽紙幣を作るだったらなんで我が伯爵家は霜に甘んじなければいけないのかってなんで俺たちは太抗家の下に作らなければならないのかカリオストロ伯爵の疑問というか怒りは本当にその通りなんですでそのせいで神カリオストロ不要だとしてカリオストロ伯爵は暗殺を企んで焼き討ちをしてなおかつカリオストロ公国の近代化に乗り出したと。 これがおそらく太閤家焼きうちの真実。実は近代化だったんですね。ではなんで太閤家の偽金貨が通用しなくなったのか。ソブリン金貨が19世紀に発行した時からもう大量の金貨を持ち歩いて支払うということが事実上無意味になってしまった。おまけにその 金を持っているだけしか国家が通貨を発行できないんだったら国際的な経済というのが回らなくなってきてしまう。打艦紙幣、いつでも金とか銀に変えれる貨幣から俯瞰紙幣と言われるんです。金とか銀に帰れないような紙幣っていうふうな。 ものに時代が変わってしまった。実は太抗系がやってる偽金貨というもの自体が時代遅れになっちゃったんですね。これが白爵家が後爵家を殺しちゃった理由だというふうに思います。では、なくしちゃったんだっていいじゃないですか。もう一回統一する必要があったのか。で、その理由が、統一なんでそんなことをする必要があったのか。実は秘められた財宝だ。白釈自体も正体わかんないけど、すごいお宝がある。このお宝をゲットするには統一しなければいけないという流れになっています。